イージスシステム、イージスシステムは、アメリカ海軍によって、防空戦闘を重視して開発された、関西武器システム。正式名称は、イージス武器システム MK-7 であり、頭文字を取って AWS と、通称される。防衛省では、イージスシステム、イージスシステムの両方を使用している。イージス、イージスとは、 ギリシャ神話の中で最高神ゼウスが娘アテナに与えたという盾であるアイギス、アイギスのこと。この盾はあらゆる邪悪を払うとされている胸当てとの移設もある。イージスシステムはアメリカ海軍のウィシントン提督、マイヤー提督の指導のもと RCA 社のレーダー部門、ゲンド・キード・マーティンが開発した関西武器システムである。従来、 空の脅威から艦隊を守ってきた各種の艦隊空ミサイルシステム、ターターシステムなどは、いずれもせいぜい1から2個の空中目標に対処するのが精いっぱいであり、また意思決定を全面的に人に依存していたことから応答時間も長かった。こういった問題を解決するため、1950年代末よりアメリカ海軍は新しい防空システムの開発を試みたものの、 計画は難航した。その後、慎重に洞察を重ね、また新しい技術を適用することで、1960年代末から1970年代にかけて開発されたのが、イージスシステムである。イージスシステムは、従来のような単なる防空システムという枠に、とどまらない、極めて先進的かつ総合的な戦闘システムとして、完成された。イージスシステムにおいては、 レーダーなどのセンサーシステム、コンピュータとデータリンクによる情報システム、ミサイルとその発射機などの攻撃システムなどが連結されている。これによって防空に限らず戦闘のあらゆる局面において目標の捜索から識別、判断から攻撃に至るまでを迅速に行うことができる。本システムが同時に補足、追跡可能な目標は二十八以上と言われ、 そのうちの脅威度が高いと判定された10個以上の目標を同時迎撃できる。このように極めて優秀な情報能力を持っていることから情勢をはるかに素早く分析できるほか、レーダーの特性上、電子攻撃への耐性も強いという特徴もある。高性能ゆえに高価であり、イージュスシステム全体としての価格は500億円と言われている。ただ、 開発が1969年に始まったため、技術としてはすでに成熟一期に達しており、欧州諸国が独自に開発、採用している同種のシステムよりは、相対的に価格がこなれている。スペインがドイツ・オランダとの防空システム共同開発から、脱退し、イージスを採用したのもそれが良しである。しかし、要求性能の高さに対する技術水準の低さ、 統合システムの開発への経験不足のために、開発は極めて難航し、最終的に技術的な問題を解決できず、1964年にキャンセルされた。ただし失敗に終わったとはいえ、台本計画から得られた研究成果の多くが、後にイージスシステムで結実することになる。台本計画の失敗を受けて、1963年11月より、 先進水上ミサイルシステム、アザムズ計画が開始された。台本のわだちを踏まないため、本格的な開発に着手する前に、まず1965年1月より、アザムズ評価グループを編成して、コンセプト開発を行った。この任務のため、アザムズプロジェクト室のほか、海軍省や海軍兵器局、艦船局及び研究所、JAFU、APL、競合する各社、 ベル研究所、陸軍防空庁から、えりすぐりの要員が集められた。そしてその指揮官として、すでに退役していたフレデリック・ウィシントン少将が、非常の措置として呼び戻れた。海軍の要求に応じて各社が提出した28個の提案書は、ウィシントン評価チームによって吟味され、まず7社が選ばれた。1 9 6八年には、RCA、ジェネラルダイナミクス、 G, D, ボーイングの三社に絞り込まれた。そして1969年12月、最終的に RCA 社が選定され、主契約者となった。同年、アザムズ計画はイージュス計画と解消した。1967年に発生したエーラート撃沈事件、1970年にソ連が行ったオケアン70演習を受けて、開発は加速された。 特に、オケア70演習においては、90秒以内に100発もの、対艦ミサイルを集中して着弾させる飽和攻撃が実演され、従来の防空システムの限界が確認された。全準備なしに、養上試験に入って失敗した、タイフォンシステムの失敗を踏まえ、1972年、ニュージャージー州ムーアズタウンのランコカス地区の、RCA 社構内にあった空軍の、 レーダー実験施設を借り受けて、地上テストサイト、現在は、が建設された。1973年より、まず、スパイ -1 レーダーの試作機、アンテナ一面のみが取り付けられて試験が重ねられた後、戦術情報処理装置など、その他のシステムと統合されて、システム全体の試作機にあたる、技術開発モデル1号機、としての試験に入った。 地上での航空機追尾試験などを経て、1975年には EDM-1 を実験艦ノートンサウンドに移設しての養上試験が開始された。同艦では LBTS ではシミュレータで代用されていたミサイル発射艦隊原用の MK26 発射機及び SM-1 ミサイルなども搭載され、ほぼ実艦への搭載に近い状況下で太平洋上で 総合的な試験が繰り返された。この時、ミサイル発射試験の初段で早くもインターセプトに成功したほか、高速目標に対する迎撃能力、レーダーの対妨害能力の高さが注目されたと伝えられている。イージス武器システム AWS を搭載する艦、イージス艦のすべての武器システムは、イージスシステム AWS を中核として連結され、システム艦を構築して、 完全体の戦闘を有機的に統括している。この統合戦闘システムをイージス戦闘システム ACS と通称する。ここで接続される周辺機器はイージスシステムに特有のものではなく他の艦艇などにも搭載され得る。イージス武器システム AWS それ自体は純粋な対空戦闘システムであって以下のシステムによって構成される。 なお戦闘システム全体の重量は、ベースライン0では610トン、ベースライン3では650トン、ベースライン4では656トンに達するとされる。多機能レーダーとしては、従来、一貫して、アン、スパイ -1 が搭載されてきた。これは、イージュス武器システムの中心であり、多数目標の同時捜索探知、追尾、氷上、発射されたミサイルの追尾、 指令誘導の役目を一手に担う多機能レーダーである。周波数は S バンド、バッシブフェーズドアレイタイプの固定式平板アンテナを4枚持ち、これを四方に向けて上部構造物に固定装備することで全周半球空間の捜索を可能にする。最初に開発された A 型、発展型の B 型及び B、V 型は巡洋艦向けで、 前後の上部構造物に分けて装備された。その後、レーダー機器を環境構造物に集中配置して、効率化を図るとともに小型化した型、その改良型の D、V 型が、駆逐艦向けとして開発された。また、D 型をベースとして、さらに簡略化されたフリーゲート向けの F 型、より小型の艦艇向けの K 型も開発されている。D 型では、 アンテナ一面につき4350個のレーダーアンテナ素子が配置され、最大探知距離324キロ以上、200個以上の目標を同時追尾可能とされる。ただし S バンドで動作するため、低高度目標への対処に若干の問題があるとも言われており、ベースライン8以降の間では、X バンドのアン、SPQ-QB レーダーが追加装備されている。そして、 ベースライン10、アッコブ -20 では、アンテナを、アクティブフェーズドアレイ、アエサ方式に変更して、新開発された、アン、スパイマイナス 6& アエスに変更される予定となっている。ベースライン零では、C&D、アズ、WCS、アン、スパイマイナス1に、それぞれ1機ずつ、計4機のアン、クマイナス7電子計算機が用いられていた。また、 AWS 以外のシステムとして、アン、s q s 5 3ソナー及び、MK-116 水中攻撃式装置にも1機ずつの、アン、9 7電子計算機が用いられていた。これらを保管して、オーツに1機、WCS に6機、ソナーとの連接用に1機、MK-86GFCS に1機、MK-99GMFCS に1機、 トマホーク FCS に1機と、K11 機のイナス2 0電子計算機も用いられていた。ベースライン4では、より性能が向上したアイナス4 3電子計算機が導入され、イナス7を1対1対応で更新するとともに、訓練用及び MK86GFCS 用として2機が追加された。また、ベースライン5では、 戦術データ、リンク機能を分離強化するため、7機目のアン、副 -43 が追加された。一方、駆逐艦のシステムでは、GFCS が AWS に統合されるなど一部の構成が異なるため、アン、副 -43 は五機となっていた。マンマシンインターフェースとしては、当初は18機のアン、ウヤ -4 コンソールが配置されており、また、 ベースライン3では一部が、アン、クマイナス -21 に更新された。また、ベースライン6では、アン、クマイナス -21 は、商用オフザシルフ、コっつされた、アン、クマイナス -70 へと、部分的に更新が図られた。このアン、クマイナス -70 は、米海軍オープンアーキテクチャー化基盤、オイス、の中心的機材と位置づけられており、 ベースラインなのではさらに導入が拡大された。分散処理化が図られ、システム全体が刷新された。従来の電子計算機を中心とするメインフレーム型のシステムは姿を消し、アンク、クマイナス70ワークステーションによる分散ネットワークがとって大渡。AWS は高度な自動化システムであり、下記の3つのモードを基本としている。通常の運用においては、 二の半自動モードが採択されることが多い。手動モードは、各システムの運用試験、あるいは厳格な統率が必要な局面において、使用される。ただし、平時には、5社を恐れて、しばしば完全手動モードでの運用がなされるが、逆に、イラン航空655便撃追事件の際には、もし、ヴィンセンスの AWS が、自動モードで運用されていたら5社は、来なかったであろう。 されているまた、いくつかのフィクション作品においては、全自動モードのことを、ハルマゲドンモードと称するが、実際に、このような故障が行われているかは不明である。スタンダード艦対空ミサイルによる攻撃を直接、担うのが、射撃式システム、FCS で、現在に至るまで一貫して、MK-99 が用いられている。スタンダード艦対空ミサイルは、 完成誘導、指令誘導に従って飛翔した後、最終的にセミアクティブレーダーホーミングによって誘導されて目標を撃破するが、この時に目標の補足を行うイルミネーターであるアン、SPG-60 にも MK-99 射撃式システムの一部を構成している。もっとも初期のイージスシステムは MK-26 をミサイルランチャーとして使用していた。 これは従来型の連想発射機で発射する前にミサイルをタマコからレールに移動、装填する必要があった。このため気候的に複雑であり、即応制に劣った上、連続発射能力も限られた。このことから垂直発射装置である MK-41 が使われるようになった。これは垂直に配置されたミサイルの保管コンテナがそのまま発射機となるもので。 より単純であることから整備が容易である上に、それぞれのコンテナにミサイルが密封されるので、ミサイルの整備も容易となっており、またミサイルを装填することで無防備に露出する必要がなので、より高端性が高い。AWS では、従来のターターシステムで用いられていた SM-1MR をもとに、プログラマブルなオートパイロットを導入し、 指令誘導に対応した改良型である SM-2MR が採用された。SM-2 の場合、発射されるとまず、オートパイロットの完成後法装置、INS によって、コースを取り、目標に、動きがあったときは、スパイ -1 レーダーからの指令誘導を受けることになるので、その間、アン、SPG-62 イルミネーターは、他のミサイルを誘導することができる。 これによって射撃式装置の数以上の目標を同時に攻撃できることになり、同時に対処できる目標の数が飛躍的に増加した。その後、ベースライン5では長射程型の SM-2ER ブロック4、ベースライン9ではこれを元にアクティブレーダーホーミング、R 誘導装置を導入した SM-6 にも対応した。また、ベースライン6では逆に 互間防空用の SM の運用にも対応している。イージュスシステムは継続的な改良を受け多数のバージョンが生じている。これらは大まかにベースラインとして区別される。また同じベースラインのうちでも紹介量などによって生じる際応じてフェーズとしての区別がなされることもある。なおイージュス武器システムそのものはモデルナンバーによっても区別される。ただし ベースラインによる区別の方が性能を反映していることから、モデルナンバーはあまり重視されていない。もっと0はベースライン0、もっと1はベースライン1に概ね対応する。もっと2は原子力打撃巡用艦用として予定されていたが、搭載艦の計画そのものが頓挫したため開発されず、後に VLS 搭載巡用艦のうち SQ9-89? を装備しない艦のシステム名称に流用された。もっと3は VLS 搭載巡洋艦のうち SQ9-89 を装備する艦のシステム名称である。もっと4はベースライン3、もっと5は計算記憶 -43 に更新した巡洋艦、もっと6は RA ーーバーク級のシステム名称とされた。また、ウィンストン S ・チャーチル、 d d g 八十一はもっと9、マクキャンベル、d d g 八十五はもっと十一、日本のアタゴ型護衛艦についてはもっと六 v とされている。上記の通り、AWS はもともと、友人の攻撃機、爆撃機やこれらの航空機、または艦艇から発射される対艦ミサイルの排除を目的とする究極の艦際防空システムとして、 位置づけられていた。当時、ソビエト連邦は SS-20 中距離弾道ミサイルやスカット、短距離弾道ミサイルを配備していたものの、西側諸国からは SS-20 は純戦略兵器として、またスカットは欧州の地上戦での長距離砲兵して捉えられており、これらを撃墜することによる防衛は重視されなかった。しかしイラン・イラク戦争や湾岸戦争で、 スカットが大量に使用されたほか、ソ連崩壊によって弾道ミサイルと関連技術、技術者が第三世界に拡散したことで、これらの戦術弾道ミサイルへの対策が求められるようになった。まず応急的な施策が行われた後、1993年に成立したクリントン政権において、本土防衛のための国家ミサイル防衛、NMD と、 同盟国及び海外展開米軍部隊の防衛のための戦域ミサイル防衛 TMD の日本柱として再編成された。これらの新しい BMD 体制では宇宙配備システムは棄却され地上配備システムと海上配備システムに注力することとされた。そしてこの海上配備システムのプラットフォームとしてイージュス艦が期待されるようになった。 しかしこれらのミサイル防衛任務は元来の AWS が目的としてきた対航空機任務とは多くの点で異なる対応が要求されることからイージス BMD アブムドとして独自のバージョン管理がなされいる。開発にあたってはスパイラルモデルが採択されている。アメリカ国家偵察局が2006年12月に打ち上げた 偵察衛星 USA-193、ロール -21 は打ち上げ直後より制御不能に陥っており、2008年3月上旬に大気圏に再突入すると予想されていた。この衛星には、姿勢制御用燃料として、有害なヒドラジンが搭載されており、燃料タンクが破壊されず、地上に落下した場合にヘクタールが汚染されると見られた。燃料タンクを破壊し、 さらに衛星破壊により発生するデブリの影響を最小限に止めるため、衛星が大気圏に突入する直前に SM-3 を用いて破壊することが決定された。レイクエリー、CG-70、ラッセル、DDG-59、リケーター、DDG-73 の3隻のイージス艦がハワイ西の太平洋上に配置され、 アメリカ東部標準時間2月20日22時30分、日本時間2月21日12時3分に、レイクエリーから SM-3 ブロック 1A ミサイルが発射され、高度 247km において衛星を破壊することに成功した。この時の高度はそれまで公表されていた SM-3 ブロック 1A ミサイルの到達の高度を60%以上上回っていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。